ぽぉ見えるこれ。雲。それにしてもお前、琵琶湖遠いな、本当に。またバカがいっぱいこれ。車止めて邪魔くせえこれ。バカばっかり。アホしかおらんわ。ああ。何悩むの？サービスエリア、これな、養老サービスエリア来たぞ。お前これ見てよ、今わけやからお前カメラに向かって喋っとったら道間違えとるわよ。これ古藤山山って何これ。木の本インターこれ通り過ぎたのかな。俺あれこれ間違えとるな道を。あれ奥琵琶湖木の本インカ行く予定なんだけど、これどこ向かってんのこれ。これ奥琵琶湖じゃなくてお前カメラ回しくてんどん興奮しいで、これ何個向かっとるやな。これ知っても最近頭の悪いの増えてきたからな。もうこの辺でやろうか。うん、いやーやっぱり景色はいいよね。こうやって雲があって稲があって稲作ですよ。うん、この自然の空気で癒されるんだよな本当に。日本ってやっぱ綺麗だな。まあもうちょっとね、あんまりわけわかんないことも言わずに今から、癒し系の動画にしていきます。よいしょ、やっと着いたで。どこだここ。適当に来たんだけど、これが最強の仕掛け。高橋に行く、曲げ鹿に行く。結構ね釣りが下手な人が多いんで、こうやってね、行くよ。いきなりね近づいちゃダメ。足元とかに魚が寄るから。足元ね。ちょんちょんちょんって足元に寄るから、魚は足元探っていく。魚釣りっていうのは魚との騙し合いだから。でああなったらあの角の縁があるでしょ。ああいうとこに魚つくのよ。だからどこに魚がいるか見極める、それが釣り師の技術ね。最高のとこ入った。一頭一頭大事に行くんだぞ。これ見てるやつは釣りが下手なやつが多いからな。俺の技術はな、こうやって盗むんだよ。見えるか？くそ！うわ！引っかかっちゃっていきなり。気にしない気にしない。ちょっとしたね。丹念に。そこ土砂路だけど、水深50センチぐらいしかないんだけど、そういう足元にも折ったりするから全然釣れないぞ。ここバスいるのか。ちょっと初めて来て、そのすぐそこ琵琶湖で、そこの琵琶湖に注ぐ川の支流みたいなポイント初めてやってます。いないことないと思うんだけどな、バスな。全く反応はないですね。いいね、虫の音が。スズムシの音とか、なんかいいね。ただひたすら反応がないってどういうこと？バスがいないのか？俺の技術でやってバスが釣れないっておかしいよな。最近バスってほんと釣れなくなってきてんのよ。なんでなんだろう。それはたまには釣れるけど、もっと釣れなきゃおかしいのよね。おいおいおい、引っかかっちゃって。これで釣れなきゃおかしいぜ。曲げ曲げ鹿リグで
いねえのかな。もう食っててもいいんだけどな、でかいのいたら。おかしいよな、全然釣れんがな、これおかしくない、これつくつく帽子の音、つくつく帽子、こうやってたまには外出るのもいいね。ずっとひほんとひこもってたから、まあ今日暴言兆候なんでね、本当は俺も暴言なんて言いたくないんだけど、暴言兆候これやれって言われてるから、やらなきゃしょうがないんだよな、暴言を。ああ、ほら見える、ね、何鳥か分かる？逃げてったよね。これね、バカ鳥っていうの。見える？バカそうな顔しとったよ。頭が悪い、ああいうのバカ鳥って言います。バカ鳥がいっぱいいるわ。ここはどこなんだ、初めて来たぞ。ここバカ鳥がいっぱいいるってことはさ、あいつらバカだから魚探しに行ってんの、頭悪いから。ということは魚がいるかもな。ちょっと投げてみるか。気化しとるがな、これこれ、もういいや、おるかな。いきなりヤブナが入っちゃった。おいおいし、いきなり釣れた、来た。全然釣れんぞ。釣れる気がせんな。ちょっと浅いな、ここ浅すぎて魚が釣れる気がしない。ちょっと移動しようかな。反応ないもんな、結構浅いんだわ。シャローが続いてて、今いろいろ打ち込んでってんだけど、まあこれ波の音で ASMR 動画になるけどね、これいいでしょ、波の音動画。音良くない、これプチャプチャって。これで魚も釣れてくれたら嬉しいけどな。ポイント悪そうだな。ちょっと小バスでもいいか、一匹釣りたいよね、せっかく琵琶湖来たんだから。ただこの彦根の辺あんま来ないからな、俺。どうなんだろうな、この辺は。町はこんな感じになってんだけど、どう思う、みんな。とりあえず反応ないです。はい、みんなこれ見て、じっくりね。絶対釣れません、ここはね。あまりにも反応がなくて吐きがするわ。小1時間ちょっと今やりましたけども、反応ないです。あの辺バー打ち込んでってね、ちょっと浅いんだよな。ちょっと北上するかねえ。俺南湖とか彦根とかちょっと苦手だから、ちょっと北上して、ちょっと綺麗なね、これ汚いもん、水がほら汚いでしょ、汚いとこでは気持ちよくないんで、ちょっと北上しよう。いやー、琵琶湖は厳しいな、おかっぱり。バスが少ねえもんな、本当に。こういう足元に入り込んでねえかな、デカバス。投げてみる？ああいうとこに入り込んでるかもしんないから、一応打っとくわ。奥の奥、奥の奥に今はめ込んだ。食った。なんだよこれは。うわ、危ない。全然釣れんがな。おらんがな、魚か、ここ。水は汚ねえしよ。音はいいけどね、水の音はいいけど、水が汚いよ、これね。移動です。今日中に何としても一匹取らないとんでね、一匹取らないと帰れません。はい、必ず取ります。
一本出さなかったら帰れない、はい、それはやんないといけないでしょ。パソコン沿いの角には結構入るからね、でかいの沿い。今回も ASMR 動画にしよう、釣れる気がせんわ。なんかこう全く無反応の時間が続くとさ、バスほとんどいねえのかなって思っちゃうよね。これいいじゃん、フクロウの鳴き声、ハトか、プー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 って、あれハトだよね鳴き声。いやーこんなナマズとか連れてなきゃおかしいもん、こんなにやって食ってこないっておかしいでしょ。この高橋陸、直陸使ってさ、もう今奥の奥入れた、今左の奥の奥の岸際をこうゆっくり引いてくる。これで食わないなんつったらやる気なくなっちゃうよね、さすがに。いくら俺が釣りうまいっつったってさ、おかしいんだもん魚食わないって。これは反応がないな、おかしいな。ああ全然釣れんがな、これ引っかかっちゃったかな、おい。うわもうくす、ほいし、来い、寝かかっちゃったかな草むらに、来い。取れた取れた。このここ釣れんから覚えといて、こんな汚いとこ釣れるわけがない、魚がいない、釣れない、ポイント移動だよね。見える、大巫女の辺の地、向かい風がやばい、風がやばい、これはやりにくいな、向かい風、統制の風が吹いてるね。ちょっとこれは釣れる気がせんな、向かい風すぎるから。めちゃくちゃ綺麗だけどね、あれなんだろう、何島で、竹の島だな、あの周辺では陸になるからな、船出したらな。まあまあ移動しよう。まあちょっと北北亭行きたいからな、最近ほとんど外食してないし、ラーメン食べたいよな、これはラーメン食べたいよな。はい、ということで移動してるんですけど、これね来る前にこれね本来映画撮影だったんですよ。で映画暴言兆候で1時間ぐらいねカメラに向かってもう全力で暴言と悪口をね言い続けたわけですよ。でただどうもこれはね、カットします。まあ気が向いたら、まあ、メンバー限定で公開しようかな、悪口部分は。悪口というかね、今回はだからねその映画暴言兆候っていうのを5年前からやろうとしてて、まあ、動画構成脚本はね暴言兆候なんで、まあ、簡単なんですよね。ひたすら人の悪口を言い続けてでね、そういう最後にはねこういう悪口言っちゃいけないよっつって無理やり感動の促して感動させるみたいな無理やりな暴言兆候で、今ねもう全力でもう全力でも怒鳴りまくりながらひたすら人の悪口をね言い続けたんですけど、ちょっと悪口を言い続けたらこのなんか虚しくなってきて、もうこれはやっぱ悪口はいけませんよね、人の悪口は人の悪口はもうちょっと禁止にします、私のチャンネルでは。はい、なんで今日はね、この今ここから動画ね前半部分大幅にカットして、まあ普通のダラダラ調光機にしようかなと。で結構自分が目指してるのが癒し系なんですよね、ASMR、いわゆる朝倉未来ですよね、だから ASMR をやっていくことによってこのなんちゅうかなストレス社会
で、まあ、うちのチャンネル見てくれてる人もね、結構そういう暴言を吐いてくれっていう声があるんだけど、この俺が暴言吐きたくないって言ってるんだから、うん、あの1時間暴言をね、人の悪口言い続けてね、これはただあんまよいいことじゃないよね、悪いことを言うっていうのは全部自分に返ってきますから、うん、あの人の悪口ばっかり言ってると巡り巡ってそれ全部あなたに返ってくるんでね、できるだけ人の悪口は言わないということをね、守っていった方が幸せに生きていけるんじゃないかなと自分は思いますよ、本当に。まあ、あの前半1時間はね、気が向いたらまたどっかに公開するかもしれません、うん、まあ、ただあんまりね、あの人の悪口って、うん、面白いんだけどね、まあ、あんまり良くないなっていうことで、今日は、ASMR 動画です。で、おそらく釣れないんで、まあね、あの最後まで見なくても大丈夫です。おそらく釣れません。今軽くね、何分釣りした、90分 2時間ぐらいやったか、全部で全く反応がないと。でこんだけバスの反応がないと、まあ、久しぶりに琵琶湖来てるんでね、まあ、ポイントもよく分かんないんだけど、投げて移動投げて移動しながら今やってんだけど、本当に釣れないのよ。こうなると腹立つよな。だからちょっと綺麗な、あの奥琵琶湖の方に向かっていきましょう。俺奥琵琶湖好きなのはね、そんな釣れないけど、まあ何個でもそんな釣れないけど、今はなんか水が綺麗だからさ、癒されるっていうところがある。あと今日日曜日なんでね、ちょっと人が多いと思うんで、ちょっと人がいるとこでは俺撮影基本やらないんで、人がいないところでね、まったり、やろうかなと。あれなんて書いてある、野瀬川。ここも昔やったな、全く反応なかった。こういう加工をさ、だいたい俺琵琶湖この辺全部降りれるところ、うわー一通りやったことあるけど、季節によるよね琵琶湖って、岸際に結構ね寄ってる時があって、まあその時はね小バス入れ食いになったりもするし、まあ投げてみないか分かんないけど、まあまあまあ釣れないよね本当に。琵琶湖のバスはどこにいるんだって言いたいですよね。今日はどこにいるのかな。まあこのまままっすぐ奥琵琶湖まで走らせるかね。えいやー、もう悪口とね、あの怒鳴り声を言いすぎて、ちょっと今すでに疲れてきてるし、あと悪口とあの毒を吐きすぎてさ、全身から毒が抜けたね、綺麗に。やっぱり毒が、人間ってやっぱ鬱憤みたいなさ、ものが溜まるからさ、もう今毒吐きすぎてすっきりしちゃったわ。今もう天使モード、はっきり言うと悪魔モードとは釣り人おるな、悪魔モードと天使モードが俺あるんだけど、あの2時間ぐらいね毒づいたらね、もう今天使になっちゃって心が。鳥さんが飛んでます、いいですね。白鳥かな、あーでも白鳥だね、白い鳥、シラサギですね。うわーすごい、やっぱり滋賀県はいいですよね。もう日本で一番すごい場所と思ってます私。もう私ね、滋賀県にのおかげで生かされてると思ってるんですよ。5年前小屋釣りしたよね。あこの奥で40アップ俺何回釣ったかな、6回ぐらい釣ってるよそこで。仕掛けはこれでやりましょうかね、カルカッタコンクエストにこれね、これスライダーワーム、中古で買ってきたんだけど、これでちょんちょんやってみますか。豊かな琵琶湖の魚たちを守ろう、持ち帰ろう、ブルーギルブラックバス。琵琶湖の長い歴史が多種多様な魚エビなどの生き物を育んできたんだけど、ブルーギルやブラックバスの外来魚によって船やモロコがたくさん食べられてますよと。ブルーギルブラックバス、大口バス、小口バス。俺こんだけ長年ね琵琶湖でバス釣りやってるけど、小口バスはほとんど釣れたことないです。一回もないです釣れたこと、こればっかり。でこれとこれがもう交雑してるって話もあるのよね。交雑をしている、ただもう完全なスモールマウスバス、いわゆる小口バスは僕一回も釣れたことないですね。なのでもうほとんどいないと思っていいんじゃないかな琵琶湖には。
これはね、まあこっちがメイン。まあビアコロンブラックバスってね、フロリダとラージといろいろ混じってるのよね、交雑個体になってます。はい、でこれらは美味しい魚なんですよ。生き魚になります。いいですか、国益の魚になるんですね。食べると美味しいんですから、特にブラックバスの天ぷらに関しては鮎の30倍美味しいって言われてます。なのでこれは大事にしなきゃいけませんね。大事にした方がいいと思います。釣り上げたら持ち帰って食べる、これもいいことですよね。で美しい琵琶湖や河川を守るため、ゴミや釣り糸は必ず各自で持ち帰りましょう。違法駐車など迷惑行為をやめましょうということなんですね。はい、でこれはね国魚になるんですね。なんでかっていうと食べたら美味しいから。もうでも日本に帰化はねしちゃってるんで、完全にブラックバスは駆逐することはもう不可能な形になりますね。なので帰化したと、まあ鯉と一緒ですよね。まあそのように認識してもらったらいいけど、現状の法律では美味しい魚なんだけど持ち帰れっていう話になってると。追い風、反応はないですね。あの隙間に行ったらバス食うんだけどな、いないね。結構ヒシモが多くて、あと琵琶湖にはね今ねもうそういう外来の水草が大繁殖して問題になってんすよ、うん、もう要するに日本の水草よりも強い外来の水草、彼らが増えすぎてしまって、まあ自然なことなんだけどね。それも日本の在来種が駆逐されるっていうのは、まあ宇宙規模で考えたらもう必然的だったんだろうね、人間の本能で。だからブラックバスが日本に放されたら帰化してしまいましたよと。日本のバスもう川にもいるからね、ブラックバスは。当時だからあれだろうな、自然がとかそんな考えずにね、やっぱりメーカーさんとかもう金儲けでね、日本中にブラックバス放流しちゃうみたいな、琵琶湖に放してゲームフィッシングだっつって、まあいわゆる冷静に考えたらとんでもないことですよ。日本の生態系崩れるわけだからね、多少なりとも。ただやっぱりまあそういうことがあったけど、まあ帰化したってことよ。うん、そういうとんでもないことが行われてるわけ。これ戦争があってね、日本人もアメリカ人に大量に殺されたわけね。原爆落とされちゃって、広島長崎に原爆落とされちゃったわけで、殺されちゃったんだよね。で殺されて、それで GHQ みたいなね、そういう日本の支配した人たちがアメリカかっこいいよみたいな洗脳を行った、洗脳教育だから、まあ俺ら横文字多いでしょ、うん、それもまあ一種の洗脳ですよね。とんでもないことですよ、殺人で。まあ70年前なんでね、もう時効みたいな感じですけど、時効っちゃあれだけどな。まあだからブラックバスももう帰化してしまってね、日本の在来魚は食べてると思うよ、相当ね、口に入るもん何でも食べちゃうんだから、鯉も。まあただもう住み着いちゃってるからね、バスが。これは帰化を認めて美味しく食べるのもよしね。バスは世界で一番美味しい魚。ただなんでバスが、ブラックバスがあんまりね、その食べたらまずいってイメージがあるかっていうと、鱗が臭いのよ。皮膚表面が独特の匂いがあって、生臭っていう感じなんですよ。ただきちんと裏ごとってね、内臓をきれいにとって天ぷらにしたら、これほど美味しい魚はいない。もちろんドブ川で取ったらドブ臭いよ、まあ、きれいな場所でね、きれいな琵琶湖で釣ったブラックバスは絶品ですよ、うん、それ知らない人結構多いからな。琵琶湖ではもうね、給食にブラックバス出たり、ブラックバス丼とかありますからね、うん、だからそのぐらいバスは美味しい魚なんですよね。にしても食わんね。まあそこ結構土砂漏だからな、魚いないんだろうな。いるかなと思って一応投げてる。水深が1メートル、1メートルだったらいることあるからな、デカバス。で
先日動画でね、ワンフィンガーグリップとかツーフィンガーとかスリーフィンガーとか俺いろいろ言ったけど、なんでもいいですよ、うん、基本俺はこういう感じでスリーフィンガーグリップが好きかな、うん、かツーフィンガーこんな感じ、まあ、ツーフィンガーで深く持つならスリーフィンガー、これね3つここ指かけてるでしょ、うん、自分の好きにやったらいいよ、右巻きでも左巻きでも何でもいいし、くだらない議論ね、うん、どっちがいいとかどっちが悪いとかもう関係ないから、うん、自分のやりたいようにやる。俺スリーフィンガーだな、うん、これが持ちやすいもんな、こうやって投げるときはツーフィンガーで投げて、こう持つときはスリーフィンガーだな、うん、投げるときはツーフィンガーもしくはワンフィンガー、うん、だから投げ終わったらもうスリーフィンガーにするっていう、今気づいたわ俺、いちいち考えてないからねそんなこと、今俺はツーフィンガーだツーフィンガーだって、そんなも考えてたら釣りできないから、自分のやりやすいように、うん、投げ終わるとやっぱ俺スリーフィンガーなってるな、こういう風に包み込むのが好きなんだよな、うん、釣れんぞここ今12時半ぐらいなんだけど、1時ぐらいか、一匹釣らな帰れんからね、一でもちょっとどっかで一匹でもいいから何でもいいからちょっと魚見たいよな一匹も釣れないのはありえないぞ、小バスでいいからちょっと一匹釣ろう、釣れるかな自信ないわ、はい、見えます、こういう風にあって穴が開いてるでしょ、これこういうのは大体ねキツツキがやってるんですよ、キツツキがカン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 やるんだよね、ああで穴開いちゃう、だから木から見たらキツツキって害鳥なんですよ、うん、害悪、そうでしょ、これキツツキが穴開けてるコン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 やって、とんでもない害鳥だな、めちゃめちゃ腹が減ってきてさ、大味そばってのがあって入ろうか思ったけど、もう1時だからね、釣りする時間なくなっちゃうから腹減ってるけども、我慢してこのまま続行だ、ちょっとどこが釣れるかな、いろんなとこちょっと打ち込んでいこう、滋賀県はいいよねこれ、やっぱり琵琶湖のほとりでさ、その自然の音とさえずり、それを感じながら釣り糸を耐えると、ただ一人で釣れない時あれなんだよな、ちょっとここでやってみるか、この矢倉川のここでね、5年前かな、入れ食いにさせたことあるブラックバス、はい、ですね、こういうお知らせが来てます、車両の乗り入れ禁止、以前ここで、まあ、車止めてね釣りしてたんですけど、こうなってますね、はい、近隣の人に迷惑となる行為、早朝から騒音とかバーベキュー、ゴミの放置、路上駐車発生していることに加えて、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から9月30日までの間、先の場所への車両の乗り入れができないように入り口を閉鎖します、なお新型コロナウイルス感染症の状況によっては閉鎖期間を延長する場合がありますということで、ここでは釣りをあまりやってくれるなということですね、はい、なのでここでやりません、はい、皆さんいいですか、まあ、マナーを重要視しないと、この住民の方々もね、もう本当に迷惑してるっていうことなんで、思いやりを持って生きていくっていうことね、うん、だからフィッシングやりたいんだったら、その住民の方ともいい人間関係をいかに作るか、そこ結構重要なんでね、うん、このままではもうね、近隣住民の方がもう怒っちゃったら釣りできなくなる、琵琶湖で釣り禁なんてこともありえますよ、うん、なのでマナーですね、あとただ政治が悪いですね、うん、だから結局釣り人が悪いってこと、だから釣り人の中でね、度胸がある男ね、発言力がある人はね、政治家になってこういうことをどう解決していくか、政治的にやらないといけませんと、ただ怠け者が多いから釣り人がね、自分が釣りすることばっかりで、自分が矢面に立ってね、こういう問題どうしていくのか、まあ、政治的にやらないと話にならないってことね、この辺の話は、まあ、たまにはドライブもいいよね、うん、魚釣りもいいけどドライブもいいよね、まあ、こうやって
なんだろうな、まったり休日をね、今日日曜日なんですけど、まあもう自分の中では今日、まあ、休日ですよね。だけどまあこれ動画にしてね、アップしてお金が発生してるから、まあこれが仕事といえば仕事かもしんないですけど、どうなんでしょうね。はい、まあでもあれだね、今は YouTuber、 魚釣り YouTuber からさ、あとアウトドア系女子なんてのが出てきてさ、もうすごいよねアウトドア系女子は。もうなんだろう、もう動画ね、例えば軽バン乗って旅したり、もうアウトドア、そこさらに女子がやるってことでさ、男どもが職種を働かしちゃってさ、もう頑張れ頑張れなんて応援しちゃうもんだから、こっちは嫉妬だよね。まあ自分なんか動画出せば出すほど人気なくなっていくみたいなね、最近では動画のアベレージが1000回みたいなね、とんでもない状況ですよ。まあただ自分はまあちょっとこのチャンネルに関しては趣味みたいな形プラス、またヒット動画、出せればいいかななんていうね、もう癒し系ですから自分は、癒されてなんぼなんでね、旅系の YouTuber で、まあ、自分自身が、まあ、生まれてからずっとね、日本中各地、まあ、仕事の親の仕事の関係で転勤してきて、日本中を旅しながら生活してきた。だからやっぱり自分の慣れ親しんだ街じゃない外に出て触れ合っていく旅系、これは結構いいですよね。まあだけどその辺のなんていうのかな、アウトドア系女子 YouTuber っていうのは強いよね。なんだろうなあの強さは。ほんと動画ね100本も出してなくてもさ、普通に人気になるとか、まあ男の人でもね、まあ魅力的な人とか、なんか人気が出やすいタイプの人がね、まあすぐ人気出るだろうけど、なかなかでもみんなね、俺の場合はなかなかそういうなんか人気面ではなかなか出ないっていう形で、だからまああえて自分はね、もうその辺も超越して ASMR ですね、いわゆる朝倉未来、朝倉未来さんですよね、ASMR 的な癒し動画、それをね自分の基礎にしていこうかななんて思ってます。まあ今日の前半でね、もう1時間怒鳴り上げたんでね、もうもぬけの殻ですよ今。とんでもないひどい暴言を吐いてしまいまして私ね、はい、よくね口は災いのもとって言って、みんなもね暴言吐いたり悪口言ったり、まあ先日もね、今日オレンジパピオンにねそのプレゼントもう梱包したから、それ今からコンビニから送るか帰りにな、夜な、なんだけど、まあ、そういう暴言を吐いたり、暴力を振るってしまったりですね、で自分は暴力いけませんよってね、自分の思い通りにならないから怒ってしまうみたいなね。でうちの YouTube チャンネルよく出てくれてるパーっていう菊池さんっていう人もね、まあそんな暴力的な人ではないんだけど、やっぱ怒りを溜め込みやすい性格してるのかね、車運転してるとねすぐ暴言吐くんですよ彼は。こうやって運転してるでしょ、でしたら邪魔だお前の車バカとか、まあ菊池さんってそういう暴言吐くところがあって、毎回毎回僕がなだめてるんですよ、菊池さんいいですかって。相手もあなたもね、運転しててお互い様よっつって、で菊池さんの場合はこう自分が出ようとしてて相手が入れてくれなかったりさ、ちょっと割り込まれたりするとすぐ怒り始めちゃって、バーッつってね、車運転すると人変わっちゃうから本当にね。まあ先日菊池さんをね吉野家で見かけたとかホームセンターで菊池さんを見かけたとか、まあ本当かどうかちょっとよく分かりませんけれども、まあ菊池さんもね、もう YouTuber っていうのは公人ですから、いいですか、鍋釜の里 YouTuber は公人ですからね、もう決してもうみんなの見本になるように、人を楽しくなるようなそういう YouTuber であってほしいですよね。僕もねやっぱり今日もう悪口系 YouTuber とか、まあ、そういうのをたまに見たりしてね、そういうの見ると影響されたりするんですよ。これでまあ人の悪口言ったりね、あいつはダメだこいつはダメだなんつってね、何か悪口ばっかり言う YouTuber 多いですけども、私もね今日1時間それを怒鳴り上げて、もう喉が今ぶっ壊れてね、喋るのがちょっともう喉が痛くなってきてるレベルです。ただ自分のチャンネルは癒し系なんでね、まあ子供たちが楽しめるような、子供たちも見てもお父さん家族で見ても安心な、まあ子供向けじゃないですけどね、私が思ってるのは
家族で見ても安心して楽しめるチャンネル、そういわゆる子供騙し、そうですね、いけないことですよね子供騙し。ただ時には騙してあげることも重要なんですよね。うん、子供たちが安心して釣りを楽しめるようなそういうチャンネルにねやっていこうかなと思ってます。はい、来ましたよ。釣り禁止と、4月3日から8月20日まで釣りが禁止になってます。とんでもないことですよ。なんで禁止にするの、植えたら漁業協同組合さん、できないじゃないですか、こんなんだったら。俺が釣りがここね、ちょうどね5年前あのここで俺一人で入り組みさせて、ブラックバスね。でその時小学校6年生の男の子と友達になって釣りを教えてあげたりしてさ、でバンバン釣ってここで入り組みさせたんで、バス。ただ釣り禁になってますね。うん、まあに日付があって、なんで釣り禁なのよ、できないじゃん釣り。ええ、おお、バスおるやん、おるおるおる、あーゆか、あれ小バスか。うーん、なんで釣り禁にしちゃうの、もう何でもかんでも釣り禁じゃん、釣りできないじゃんだったら。これちょっとどうにかしてほしいよね。植えたら漁業組合の4月3日から8月20日までどうして釣り禁か書いてないですよね、それ教えてほしい。おそらく釣り人がうざいから、もしくはアユの保護、アユの捕獲禁止とか今書いてあったから、あのあれなんだけど、うん、これはとんでもないことですね。うん、これは滋賀県と、僕滋賀県知事と話するわマジで。まあこの動画ね、滋賀県知事とかね、もう滋賀県のトップ漁業組合の人は見ることなかなかないと思うんだけど、こういうなんだろう、釣り禁っていうか、オープンにさ、もう水辺で釣りをするっていうのは OK にしてもらう、で禁止にするなら禁止にする理由を明確に提示してほしいですよね。それは政治家が怠惰だから、政治家がやっぱりそういう会議決めてるとこを内緒で決めちゃうでしょ、自分たちの利権とかで、それだけで。だからどうして、どういうふうに理由で釣り禁、じゃあどうしたら釣り禁じゃなくなるのか、うん、ここだってみんなのもんじゃないですか、みんな日本に税金を納めてね、川辺でみんなの税金でやってるわけでしょ、漁業組合の方だけのものでもないと思うんですよ。うん、もちろん漁業組合の方にもねリスペクトはしないといけません。ただ釣り禁っていうのはちょっときついよな、5年前ここで入れ食いにしてたのに。どうしてこういうことなる、 YouTuber がいけない、 YouTuber が動画にして人が押し寄せてゴミだらけになったからなの、なんで釣り禁なんですか。うん、小鮎がいますね、ピチピチしてるね、小鮎釣りも禁止なんですか。うん、釣り人いますけどね、釣り禁だけど。まあこれもね、自分はもう公人なんで、まあ、YouTuber って公人ですから、まあ、釣り禁だからここ釣りできないです。こうなってますね、ヤナが操業中、4月3日から8月20日までヤナの上流 50m から川尻まで魚釣りとあみ禁止、違反すると、まあ、50万円の罰金、魚取りも禁止。いいですよ、それは分かりますよ。うん、だけどそんなにバカバカ魚取りできないから、とわみが禁止ってのはもういいよ、それはね大量に取っちゃうから、とわみは。だけどガサガサとかで、ね、ちっちゃな網だったらそんな取れないから、アユなんて。わかる、ちょっと理解できないな、これの法規制に関しては、皆さんといろいろ考えていきたい。でこういうねお願い、マナールールを守ってください。ポイ捨て禁止、バーベキュー花火禁止、寝泊まり禁止、迷惑駐車禁止、ジェットボード禁止、お静かにと。まあ確かにな、夜中に騒いだらうるさいけど、まあそこはもうちょっとね、マナールールにうるさすぎるんじゃないかって、日本文化がもうちょっと穏やかにみんなで楽しく騒ごうぜっていう、俺はそっちの方が好きだけどね。ただ住民の方々から文句が出てるんだから、そこは謙虚に受け止めていかに融和していくか。そして日本人がね結構今うるさくなってるから、あれがダメ、これはダメっつって、もっと朗らかにね、みんなで遊ぼうぜっていう、みんなで一緒に手をつないで遊んでいこうぜって、ガンガンバーベキューやろうぜって俺は言いたいわけね。ただそういうのが嫌いって人もいるから、バーベキュー嫌いって人もいるし、うるせえって人もいるからね、そういうことです。いやー、もう釣りもできなくなっちゃったよ、琵琶湖は。とんでもない状況です。今だからこうやってちょっとね今日釣り来て見てるんだけど、やっぱりブラックバスが明らかに滋賀県から悪者になってるね。
うん、悪いことだみたいなね、うん、ただもうそろそろね、その年配の方々、そのね、政治家のトップの人たちが、ブラックバスが悪者にしてしまっていると、ただ純粋にもう帰化してるんですよ。何度も言います、私がね、もちろんね、ブラックバス釣り具業界がいけないんですよ。自分たちがお金儲けのために琵琶湖にブラックバス放したら面白いんじゃねって、その気持ちは俺も分かります。まあ自分もね、ここで緊急謝罪会見をやるんですが、私ね、当時16歳の頃ですね、バス釣りが好きだったんです。そしてとある高校に通ってました、愛媛のね。そしたらなんか園芸部みたいな人たちが学校に、花壇を作ったんですね、はい、学校に花壇を作りました。そこで、水を入れて池を作りました。で、池に水草入れたり金魚入れたりメダカを入れたりしたんですね。ただ私当時16歳の頃ね、ちょっと心を病んでまして、人間がいけないって、とりあえず人を恨んでたんですね、当時私ね、16歳の頃で、おかしな状態になってて、でまあバス釣りも好きでやってたもんだからね、これはなめたことしやがってこの野郎っていうことで、そこで金魚とかメダカとかを飼育してるね、高校のね、その池にブラックバスを、早朝5時に朝家を起きてブラックバスを放してやったんですね。はい、とんでもないこと やりました私これね、もうこれちょうど何年前なんだな、ちょうど丸30年前の出来事なんですが、私当時その園芸部かなんか知らないけど、なんかくだらないもん作りやがってバカがっつってね、そういうことをやってしまった。それとよく似たことを釣り具業界がやったと思うんですよね。あそこの池に、いや巨大な琵琶湖にブラックバスを放してみたらどうなんだって、面白いんじゃねって、16歳の私はね、同じこと考えたんですよ。あそこの池にいろんな小魚がいるけど、僕の大好きなブラックバスを放流してみたら楽しいんじゃねってことで、私放流してしまったんですね。まあ、30年経ったね、時効ってや時効なんですが、私これ深くね、私はもう、申し訳ないことをしたなと、もう反省しとる次第なんですが、人ってやっぱり過ちを犯すんですよ、結局。興味本位の生き物ですから。ですから琵琶湖にブラックバスを何者かが放流した、密放流ですよね、まあ、当時法規制がなかったもんですから、まあ、OK じゃ OK だったのかもしれません。ただラージマウスを放流した後にね、サイズがちっちゃいっつって、それじゃ面白くないっつってね、じゃあ今度フロリダバスを放流してやろうなっつって、もっと個体がでかくなるぞと、日本の在来種のこと、のことは全く考えてなかったんですね、生態系が変化するということで。フロリダバスまで琵琶湖にまず放流してしまったと。なので今琵琶湖にいるブラックバスっていうのはラージマウスとフロリダと、スモールの交雑個体 DNA 解析しました、交雑個体が琵琶湖中に、ラージマウス、フロリダバスの血がね、いろんな形で DNA が、混じり込んで今琵琶湖に、定着しておるということですね。でただ、まあ、定着してね、もう何十年も経ってきた時に、まあ、市民権を得ていくっていう時期に入って、もう琵琶湖に帰化した生き物ですね。なのでね、ブラックバスは大切なね、まあ、国魚になったと、私このように言っております。で1年前か2年前に私がです、ね、動画の中でですね、ブラックバスは国魚ですって言ったらね、結構日本の小魚を愛する方からね、非常にお叱りの言葉を受けまして、とんでもないことですよ高橋さんと、ブラックバスが国魚ってどういうことですかと長文いただいたこともありました。ただこれはね、もう私は帰化したと、そのような認識をもとに、まあこれはもう共存共栄していかなきゃいけないんじゃないかなと。まあただね、そういう日本の魚がなくなったことに対して怒りを感じる方の意見も重々承知しとる、次第でございまして、日本のね、野池、池なんてブルーギルとブラックバスばっかりですから、駆逐しても駆逐しても、ブラックバス愛好家が放流しを繰り返す、いたちごっこが続いておりまして、日本の池ですね、まあ、本州、まあ、北海道はバスいないなんて言いますけど、日本には、ブラックバス大好きな人が興味本位で、駆逐しても駆逐しても鬼ごっこいたちごっこのようにまた放流を繰り返して、日本の野池とか、そして川ですね、もう川にもブラックバスは定着しております。でここまで定着したからにはもうね、これはどうしようもないから、ブルーギルもブラックバスも、帰化をしてしまったんじゃないかなと、いうことになってきました。雨が降ったから釣りができんがな、おい、とんでもないことですよこれ、雨降っちゃって、これ
どこ行っても釣り金釣り金って言って釣りもできんわさ。どうしてくれるんですかこれ。雨ふれふれ、もっとふれですよね。これは八代亜紀の世界ですね。女になれですね。雨ふれふれもっとふれって知ってますか。20代の方、八代亜紀ですよ。やっぱ雨がどんどん降ればね、もう特に今9月なんで、雨が降ってびしょ濡れになると逆に涼しくてちょうどいいですから、体が冷えてちょうどいい。だからどんどん雨が降ってもらっていいですね。まあ台風が来たらねちょっと危ないんで、まあちょっと釣りやめなきゃいけないんだけど、まあ台風は来てないんで小雨なんでね、釣りは完全に続行します。はい、見えますか京都の大仏が。あれも作った人は京都の大仏みたいなイメージで作ったのかな。あれいくらするのかな、あれ作ったらね。なんか大仏が出てきたぞ。いやーこれ琵琶湖はいいな、やっぱり癒されるわ。このロードをね走ってるだけでね、やっぱ心が癒されるんですよ。まあ最近本当世の中頭が悪いバカ増えてきたもんですからね、やっぱりそういうバカ、本当にどうしようもないコメントしてくるバカ、一撃で NG ぶち込みまくってます私ね。本当にやっぱりね、人のチャンネルやってきてね、コメント書いてきてね、舐めたこと書いてくるバカがいるもんだからね、すぐ NG ぶち込んじゃって。 NG 何人入れたかよく分かりません。私1000人ぐらい入ってんじゃねえかっつって否定的なこと言われた瞬間に全部 NG ぶっ込んじゃってね。最近はただね、もうそういう否定的なもの、言葉とかもね、逆に真摯に受け止めて融和していくっていうか、ただアンチっていうね、そういう人の嫌がらせをしてくるような、あのわけのわかんないコメントを平気で書く頭が悪い人間がやっぱりこの世に存在していますから、まあそういう人は相手にしちゃいけないよって YouTuber の人に私から指導しておきます。で、 YouTuber のやってる人でね、結構繊細な人が多いんですよ。こういう映像クリエイターとか映像をやるって方は結構気にする方が多いで、悩んでしまうんですね人の言葉が。で、そのネガティブな言葉が頭にこびりついてしまって、四六時中そのネガティブなね批判の言葉が脳に、刷り込まれちゃって、どんどんうつ病みたいな形になって、もう今度動画投稿したくないみたいなね、そういう風になるんですね。なので皆さんね、やっぱりコメントを書くときは考えて書くね。で、まあ、自分の場合はどんどん書いてもらっていいですよ。 NG ぶっ込むだけなんで、2チャンネルのゴミとかね、5チャンネルのゴミもね毎回説教していきますから私はね。で、5チャンネルのバカどもがね、本当にどうしようもない、本当にまたなんか新しいスレッド立っちゃって頭悪いもんだから、最近高橋はつまらなくなったからもう見ねえ、チャンネル登録解除したとかでね、二度と見んじゃねえぞこのバカっつって説教ですよ。で、ただね、善あれば悪あり、悪あれば善あり、要するに5チャンネラー2チャンネラーでも俺の悪口を言ってるゴミみたいなバカみたいな人間もいるんだけど、それをフォローしてくださるね5チャンネラーもいるの。いやいや、そんなことない、今回の徳永英樹の話はちょっと面白かったぞなんてね、フォローしてくれる本当にどうしようもないバカ、人の動画見ていちいち5チャンネル悪口書き込んでんじゃないよって言いたいんですけど、まあそういう5チャンネルの人たちも僕はもう愛情持ってますからね、どん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 悪口書いてもらっても大丈夫なんで、5チャンネルにね僕の悪口を書いてください。ただチャンネルに悪口書くのはね、他の人が不快な気持ちになっちゃうし、まあチャンネルっていうのはお店の中みたいなイメージでいるんで、チャンネルが汚れちゃうんでね、汚い言葉が入っちゃうと、本当ネガティブなね、ネガティブ思考のバカがね人のチャンネルやってきてね、わけのわかんないこと何々しく、おい高橋なんて言ってきたら一撃 NG ですよ。私は本当に礼儀作法だけはうるさいですからね。ただ5チャンネルとか悪口掲示板はみんなの息抜きでね、どん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 僕のこと悪口書いてください。全然嬉しいです自分はね。逆にスレッドの伸びが遅いんじゃねえかって逆に腹が立ってます。もっと書きなさい、もっとえぐりなさい。ただ法律を守ってね、まあ殺害予告とかそういうことをやるとまあ捕まっちゃうかもしれないんで、まあ、法律を守った上でね、軽い悪口だったら僕は許容していこうと思いますよ。ただ悪口の種類もありますけどね、あまりにもいやらしいねっとりとしたね、ねっとりした本当に性格の腐ったようなバカもいるもんですからね、そういうバカはね、よく言葉を書くこと前にね、あの悪口書く場合にもう IP アドレスで全部分かっちゃうからね、今の時代ね、考えて書かないと訴えられたりいろいろなっちゃうからね、考えて悪口も書いてくださいということでね、他のねバス釣り YouTuber とかに悪口を書き込んでる、そこのお前もうね、みんなそういうことをやったらダメ、そして YouTuber にね悪口ばっかり書いてストレス解消してる本当にゴミ、頭の悪いやつが多い最近は、そういう人は自己反省して人の悪口をねいちいち書きに行かない、自分の胸にしまっとくと、会社とかね学校のストレスを YouTuber にぶつけてもダメ、本当に頭が悪いんだから、分かったか。ということでね、だんだんなんか調子が出てきたんで、今からどんどん本音で喋っていこうかなと思うんですけどね、まあただそういうね悪口を言って
あれじゃないですか、真面目な話ね、そういう悪口で心に病んで芸能人の方がそのね自殺をしてしまったりだとか、そういうことがあるわけなんですよ。で、やっぱりそういう繊細な人っていうのがいて、もう僕もねある意味すごい繊細な部分は僕も持ってると思ってるんですけど、まあ俺はね本当にすごく叩かれてもね、まあ本当腹が立つけども、まあ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 いろいろなんか言っとんだなこいつらはという形でねスルーしていくっていう、その技術をね皆さんね YouTuber の人悩まれてる方をね学んでください。そしてそういうヘイトはね全部自分のとこ、うん、来てください。どんだけでも来てください。はい、いや色悪口書いてください。全然もうどんどん僕は逆に喜びますから、そういう悪口に対してもね、ああそういうただヘイトね、あれは良くないよな本当に。うん、ただそういうネガティブなマインドをさ、やっぱりネットの中ってすごく多いんだよね。何なんだろうねあれヘイト、ああで頭の悪いバカがさ本当に悪口書いちゃって、ああうわーって会社の学校のストレス書き込んじゃって頭が悪い本当に。説教だよね今日もね。あの辺ちょっと俺ね前ね釣りしたことあるんだけど、この辺も昔ね 3,4 年前でずっとやり込んだけど、あんまり釣れねえんだよな。結構浅いんだよねこれね、この辺ねこうシャローが続いてて、まあ釣れなくはないんだけど、まあもうちょっと深いディープがあるところをね攻めていこうかななんて思っております。日本のたださ政治家とかさ、滋賀県のトップの人、滋賀県市長とか知事にさ、ちょっと軽く不満をこの動画で言わせてもらうんだけどさ、こういうとこも全部釣り場になるってなるのよ。うん、でも駐車場とかがないからさ、なかなか行けないようになっててさ、三重県に俺前ね5年ぐらい前に一人でね海釣り行ったこともあるんだけど、三重県のさ和歌山の辺とかさ、あの辺の手前まで行ったんだけどさ、もうどれもこれもさ駐車場がなくてさ降りれないようになってんだよ道路の仕組み上。あれちょっと駐車場増やしてほしいよね。でやっぱりフィッシングをやる人にとってやっぱり足場が大事ですから、もうちょっと駐車場をね作ってもらって、それがやっぱりその地方に対してお金をねばらまくっていうことですから。今コロナウイルスでね、もうねもうみんな本当に、業種によっては地獄見てるような人も本当に多い状況の中で、やっぱりいかにねお金を循環させるかっていうところですからね。日本ははっきり言いますけどね、もう頭の悪い人多いもんでね、もう詳しく言いますけども、日本って結構お金持ちの国なんですよ。でお金あり余ってるんですよ実はね。じゃあなんでみんなの生活が苦しいの、なんで景気が悪いのっていうと、お金持ちがお金を貯め込んでるからっていうことなんですよね。結局ある一定のところにお金が貯まり込むことによって循環しないもんだから、みんなが苦しい苦しいお小遣いないよなんてことになってるわけですよね。で人間って本当に欲深いバカばっかりですからね、金持ったらそれをね一生持って天国まで持っていく、死んでも持っていくってバカなんですよ本当にね。お金なんていうものはいかに使っていかにうまく使っていかに循環させるかっていうことが重要なんでね、貯め込むだけが脳じゃないぞって、まあ、自分の場合は入ってきた金全部使っちゃって今度金に困っちゃうみたいなね、うん、自分も結構頭が悪くて入っていた金もほとんど使い切っちゃったみたいな、そういう状況もあるんですけど、皆さんはね、なかなかあの不景気でも苦しいと思うんだけど、お金持ってる人はね、まあ、ある程度貯金してもいいけど、3割ぐらい貯金してもいいけど、ある程度お金使ってねお金を循環させるようにしてください。そうでないと貧乏人が困ります、はっきり言いますけども。さっきの雨は何だったんだろうね、綺麗に晴れちゃったけど、あ、鷹が飛んでる、トンビかな、この辺でもね、あのおかっぱりで行けばね釣れなくはないよ。まあでかいの釣ったことないけど、でかいの取れるかな今日。いやもういいや、もうでかいのもういいよ、でかくなくてもう小バス1匹でいいよ今日。1匹取れたらもうそれでよしとしよう。魚をね取れずにね帰るっていうのはね、もう1匹も魚触れないっていうのはちょっと嫌なんで。でもやっぱり琵琶湖はいいよね、綺麗で。あの琵琶湖のいいところはね、空があって湖があって雲がある、これがなんかどうも人間の癒しをあの癒されるみたいなところなんですよ。で僕もね、ちょうど2013年に、YouTuber になるっていうことで言い出しまして、もう約7年前ですか。で YouTube でね月収当時9万円稼いでたんですよ。で僕はその時思ったんですよね。当時タクシー運転手やってて、で金がねえもんだから、タクシーなんか儲かんない世界だからね、バカらしいしと思って、それでなんだ YouTube で月収9万円稼いだ時点で、これ働きながら9万円稼いだんですよね、この話は何度もやってますけども、でじゃあもうこれ仕事辞めちゃって、仕事の合間に動画作って月収9万円なんだから、今の3倍やれば多分月収27万円30万ぐらい稼げるだろうと思って、これでも会社も辞めちゃってすぐにね、俺は YouTuber になるぜっつって、
おいで YouTube で動画いっぱいクソみたいな動画投稿してたらね、 YouTube 仲間みたいなのもできちゃってさ、それで今で言うところのなんかスカイプ会議みたいなやつだよ。スカイプみんなで会合を作っちゃってさ、ちょうどそれ6年半ぐらい前か。それでその中でなんかね、 YouTube 今から俺 YouTuber なるみたいな人がネットの中で集まっちゃって、で俺も調子乗ってそこ参加しちゃってさ、それで俺も YouTuber になるよみたいな、俺 YouTuber で食っていくよみたいな感じで言ってたらさ、それでみんなはさ、みんなも YouTuber 俺もなるなるみたいな。でその中に一人だけね残ってる人いるかな、当時ね、それはね多分セゴリータ3世って人がいるんだけど、まあその人もその会合みたいなとこにいてさ、当時もう6年以上前だよな。でセゴリータ3世さんは今でも YouTube やってんじゃねえかな、でそこそこまあチャンネル登録もあるみたいな形なんだと思うんだけど、でね俺それ当時それでなんだ YouTube で7万円でしょ、あ9万円でしょ月収が。俺でそのまま9万円がね約1年ぐらい続いたのよ。わかる？言ってる意味。月収9万円が1年間続いちゃったのよ。だからもちろん借金だらけだし、もう金もないしどうしようもないなと。でもおもちゃチャンネルも持ってたもんだから、もどんだけ動画作ってもね、まあ当時はまあ政治系の動画作ったり、世の中批評する動画作ったり、まあ釣りチャンネル作ったり、アクアリウムチャンネル作ったり、もう動画も4000本ぐらい作ってたのかな、電話だから。はい。で、あれだよ、結局その俺がね9万円しかないから、で借金もいくらで200万ぐらいあったと思うんだけど当時ね、どうしようもねっていうところに、この琵琶湖のこの水と川と海のところで撮影した動画がこうバズってね、1日で50万再生ぐらいされたのかな。おう、これでもうなんだこの琵琶湖の空と川とこの水と、これでバグ伸びしたわけ動画が。そっからねもう月収すぐ、それが12月だったんだけど、そっからその時月収50万になっちゃってね、もう借金まみれで月収9万円でね、家賃4万8000円でもう借金まみれでどうしようかっての時に、この琵琶湖で撮った動画がバズったことによっていきなり月収50万になって、ほんで翌月70万だよ、ほんで翌月90万だよ、ほんで翌月100万だよ、ほんでこっから半年経ったらもう200万だよ、で今度300、400、500、600、700、800、900、1000、1500、2000と、とんでもないバズっちゃったわけ。琵琶湖のおかげで。ああ。そういう形でね、僕は琵琶湖には恩があって、もう琵琶湖のおかげでね、まあこう YouTuber としてもなんとか安泰でやってきた。まあ今現在はね、自分の場合頭が悪すぎてね、手を広げすぎてね、毎月毎日赤字を垂れ流して、毎月マイナス200万円の赤字を垂れ流すというね、赤字経営の会社やってるわけなんですけども、まあね、まあこっからなんとかね、まあちょっと頑張ってまあまた復活していこうかななんて思ってるんですけどね。はい、高槻町観光案内所に来ました。今そこに駐車場があるんだけど閉鎖されてます。そしてそこの漁港に関しては釣り木になってます。はい、なんで釣り木になってるかっていうとね、県外から来てこの住民の方が迷惑だと、うぜえよっていうことで釣り木になってるんですね。漁港は全部ね。だけどその辺もちょっとね、まあ観光なんだから高槻町の人もね、そうだな、だからバザーがもうちょっとマナーを守ってもらって、漁港でもね迷惑かけない感じで釣りをさせてほしいよね本当に。まあただそういうまあパリピっていうのかな、パリピッポーっていうのかな、もうウォルヤーって言ってね、ウォルヤーっていう人がうるせえっつって、住民の人がね漁港はもう釣りするなっつって釣りする場所がほぼなくなってきてる状態ですね。はい、ただそういうのもやっぱり話し合って、融合していく。そこにさ、触れる神にたたりなしでみんな逃げるわけじゃん、業界の人は。そんなもう高槻町の人とね、じゃあどうやったら釣りさせてもらえますかって、もう政治的に動いていかないとダメ、逃げてたら始まんない。じゃあ何、もうおかっぱりで釣りできなくなるの、じゃあ日本ではどうすんの、それ。そういうことですよ。だからきちんとしたマナーを持ってお金を落としながらいい人間関係を作っていけば釣りはできるってこと。だからそこの漁港も釣り木になってます。はい、というところなんですけどね、釣りできる場所がないな、なかなか。あ、ちなみにそこ今釣り木になってんだけど5人ぐらい釣りしてますだからそうなるんですよ。はい、釣り金って言ったら釣り金なんですよ。だからそれを釣り金のとこでやるんだったら
融合した後にやんないと。ここは釣り金じゃないな。うん、あ、ちなみにこれね、あのクリスマス、うん、5年ぐらい前にそこクリスマスのバス釣りでここで魚取ったよ。そこのポイント、ここ足場悪いんだよな。釣れなくはないよ、この辺も。というかめちゃめちゃ向かい風やん。めちゃめちゃ投げにくいんだけど。ちょっとスライダーワームでそこトントンで探っていきます。釣れなくはないと思う。バスがいるかな。小バスでいいか、釣りたいんだよ。ちょっと岩があるな。岩があるからちょっとこれシンカーつけて。向かい風うぜえ飛距離が出ない。結構な向かい風。それを見て、軽かったコンクエスト、向かい風をもろともせずにバックラしない、すごいでしょ。今はそういう時代なんですよ。あ、なんか釣れる気がする。うわ、ウィード結構多いな。ウィードに絡まるな。ウィードに絡めたら釣れるかもな。ここマジ足場悪いから、これマジでつるんって滑るから気をつけてね。ここでやるとき何度こけたことか俺。ちなみにそこの角でね、クリスマスで釣れました。ちょっと釣るぞマジで一匹。ちょっとスライダーワームでちょっとこの辺ネチネチ1時間ぐらい粘って、んで反応釣れなかったらちょっと巻物スピンベイトで通りすがりのバス狙うわ。一発出るからな。にしても腹が立つほど反応がないね。結構水草がウィードが多いけど、ウィードに絡ましてってんだけど食わないっすね。あんまいないのかなバスが。まずは小バスでいいんだけどな。小バスの反応すらないよ。ポイントが悪いのかな。スライダーワームでテキサスで、あのウィードに絡めてほぐして絡めて、いれば食うんだけどな。いないのかな、ほとんど反応がない。こういう水草がね大量に生えてて、これなんていう水草かわかんないけど綺麗だよね。エビモかなこれ。なんちゅう水草なんだろう、名前わかんない。このね波の音が多分ね人間の心をね癒してくれるんだよ。この水と石がぶつかり合う音、これに何かね秘密があると思う。癒し効果。まあ今日 ASMR 動画なんでね、まあそんなバンバン釣れる釣り動画じゃなくて、まあ全然釣れないけど、まあ四国に近々行くから、その時は四国で結構、四国はイージーっていうね、ネットの名前使ってる人もいるぐらい四国は結構釣れるから、まあ四国でめちゃめちゃ釣ったろうかなと思ってんだけど、2日間やるんだよ今回は。なんだけど琵琶湖釣れないな。釣れづらいよ、まず広すぎて、どこにね魚がいるのか、まずポイントを絞り込むことが重要でしょ。さらに釣れないね基本琵琶湖は。この辺ちょっとあんまいないかもな。まあ波の音があるからいいけど、一匹ぐらい釣れてくれないと面白くないよね。隣の人も全く釣れないのに黙々と投げてる。でも釣れないよね本当に。おかっぱりの現実ってこういうもんですよ、
まあ、今日ね、まあ、ASMR、うん、まあ、いわゆる朝倉未来動画なんで、ASMR 朝倉未来さん、うん、そういう、 もう癒し系ですよね、まあ、釣り動画というか、まあ、旅動画みたいな形ですよね、本当に、まあ、車中泊ですよね結局、うん、まあ、そんな中で、まあ、魚がなかなか釣れないと。でも釣れないけど、この釣れない時間帯、うん、そこを乗り越えて一匹と出会った時に、やっぱり釣り人って感動するんですよね。釣れたぞと、うん、すごい田んぼが綺麗ですよね。あれ米で、お米ですね、うん、米はいいですよね。腹減っていたな、何も食ってないぞ朝から。今2時半ぐらいかなんだけど、朝から何も食べてない状態ですね。はい、ちょっと今日はね、我慢して帰りに焼肉食ったろうと思ってて、うん、ちょっとお腹を空かせてね、限界まで追い込んで、でそこでやっぱりホクホク亭の焼肉ですよね。おばあちゃん喜んでくれるから、ホクホク亭行って焼肉やるとね、喜んでくれるの、焼肉やってくれるんだって、客単価上がった、やったっつってね、ラーメンじゃなくて焼肉だぞって、こっちは焼肉ラーメン、うん、これで喜んでくれるからね。ちょっとここで巻物やろうか、スピンベイト投げよう。まあ、一応ここのポイントもね、60が釣れるって言われてるポイントで、その岩からまっすぐあの辺かな、あれ60の通り道になってる。だから思いっきりちょっとスピンベイトで遠投してザーって巻いてきます。これ一体全体ね、出るかな、まあまあ厳しいんだよな、うん、ここは出たらでかいよっていうポイントなんですよ。まあでも釣れる可能性が、デカバスが釣れる可能性が 0.1% って言われてるね。これ使います、モンスタードライブ、いわゆるモンドラですね、オリジナル塗装、そしてエクスプライドハイパー X、こちら171ヘビーの2、ちょっと軽い方がいいけど、まあいいや、これでわかる、見えますか、スピンボイ、これをね投げてちょっと早巻きでいこうかな。段階絶壁やん、転ぶなよこれ、ちょっと雨が降ったから滑るな、つるつるっていきそうやな、ね、おお、ゴミ捨ててるのダメだよこれ、誰かゴミ捨ててるの、石がある、なんか綺麗な石だな、この音がいいんですよ、良くないですか、このロック体の、ロック体と水が奏でる音の ASMR、 いいっすよね、平行取れてるかな。じゃあ早速1投目いきます、スピンバイ、おお、出ねえかな、マジで、もうちょっと小バスなんかどうでもいいわ、もう一発でかいのだけ追いかけてきて一発出るかどうか、出るとき出るからねスピンベイトって。お、水草あるな、出るときマジで来るからスピンベイト、出会い頭、もう今日ギャンブル的にもう出会い頭の化け物狙う、ほんと出るときねガチェーン出るのスピンベイトって。うわ、藻が多いな、藻が多いとねスピンベイトやりにくいんだよ、ほらこうやってさ藻が出る、これ水草があるね、うん、毎回これ取ってあげないといけないから、いやーだけど気持ちがいいね、飛距離抜群だな、うん、ちょっと向かい風だけど、うわー水草多いな、だから水草の隙間を小魚が逃げ惑ってるイメージ、まっすぐちょっと早く巻いてくる、でこれ化け物が追いかけてきて、餌だっつって食らいついてくるの待とうか、よよ今食ってきたぞ、バレたけど、あれの奥で思いっきり食ってきた、バレた、おるで、今あの奥に思いっきり遠投してガーン食ってバレた、おるわ、感動、めちゃめちゃ感動した、今おるやん、バスバレしちゃった、サイズは分かんない、でかかったかもよ、グンって来
来てさ、ブーンバシャーってバレた。ちょっと粘るよ。おるね、スピンベイトいきなり食ったの。せっかくバイトがあってさ、興奮してさ、ぐんぐん投げてたらさ、後ろにさ、草に引っかかったままフルスイングして治らへんがな、これなんてもない、なんか治らへん、諦めた。スピニングカリスマスティックに変えて投げてるんですけど、さっきのは貴重な貴重なバイト逃しちゃったな。あれ6あったかもしらんで、6あったかもしらん、バラしちゃった。うわ、貴重なバイト早負けてきたね、うん、もうこう回収するぐらいの速いスピードに追いかけてきて、ググングググンバシャーってなったけど、まあスピンベイト釣れるわ、こういう擦れてるとこはね。スイッチ入れちゃう。で隣で50ぐらいのおじさんがね、ビッグベイト投げとるわ。30メーターぐらい向こうで、まあビッグベイトでも来ることあるんだろうけど、スピンベイト早巻きで食ったで。ただバラしちゃ意味ないんだよな、釣り上げなきゃ。波の音いいでしょ。あれ以来反応ないわ。貴重なバイトだったんだな、通りすがりの。多分ここ結構バスあんまいないな、パラパラしかいないわ。おそらく45ぐらいのが今バサって跳ねたんだけど、いるのはいるんだけど食わないんだよな。この音聞こえる？このね、水の音の中でもね、奥琵琶湖の音、極上だから。これ ASMR で、なんで奥琵琶湖の水の音が極上の ASMR、 葉桜ミクルかっていうと、これ見て、石が断面がすごく複雑になってる。そこに水がかかるもんだから、極上の ASMR 動画なんですよ、本当に。で、ちなみに皆さんに質問です。この石は何歳ですか？答えてください。はい、どうぞ。答え言いますよ。この石は160億歳、160億年前から、160億年前にできて琵琶湖の水で削られた。分子レベルでは。さあどうぞ。答え分かったかな。分子レベルではこいつがいつ生まれたか、100兆万年前。そのぐらい歴史がある貴重な貴重な、ほら化石もあるね、ほら化石だね、これね。と思ったらこれ寄生虫やないか、これ気持ち悪い。これ魚につく寄生虫のやつや。気持ち悪いや、本当に。なんでもない。ちょっとただね、一本出さないとちょっと帰れないよな。さすがに。癒されて、癒されてんだけど、とにかく一本釣りたい。今回の ASMR 動画なんで、ちょっと無駄に動画長いですけど、まあ、寝る前にね、安眠効果高いと思うんで、この自分のね、究極の癒しボイスですよ、究極の自分の癒しボイスと琵琶湖の水の音釣れたらいいんだけどな。隣に人が釣り人いるからでかい声出せんの。さっき早巻きで食ったからな、こうやってぶわー巻いて回収っぽい時にガン食ってきたから、結構横の動き今日いいのかもね。
すごい後ろ見てきた。バレるバレる、やばいやばい、 YouTuber ってバレちゃう、危ない危ない。今隣でサングラスかけたさ30歳ぐらいの子だわ。俺の方見てさ、あれ YouTuber じゃねえっつって、チロ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 見て、こっち近寄ってきてる。危なかったで、ものすごい、こっち今話しかけてくる YouTuber の方ですかみたいな、物珍しいカメラ持って三脚立てたらさ、やばいとこだったで、今バレるとこやったで俺。あれカメラだから YouTuber だなみたいな、なんかそういうパーリーピーポー的なさ、パリピがさ、あれ YouTuber ですかみたいな、初対面でも物おじせずに聞きに来ようとしてて、今危ないとこだったで。ああもうちょっとで俺もタイガーマスクで俺顔だけは現金でやってるから隠しとるっちってバレるとこやったで今。たまにさこういうとこでバレてさ、よく言われるのがさ、写真撮ってもいいですかっつって、ダメだっちってんだよ。ああ写真は撮って、タイガーマスクの、タイガーマスクのお前も覆面の下お前撮ってどうするんだよ。夢や希望なくなっちゃうやろ子供たちが、そんな俺の顔出しちゃったらとんでもなくなるよ。でもさこういうとこで知り合う人ってさ、結構無神経でさ、写真撮ってもださ、いつ SNS 上げてもいいですかとかって、ダメだっちゅうんだよ。とんでもねえよ、 SNS 絶対上げないから、もう絶対上げないから写真撮らせてっつって5回ぐらい撮ってもらったことあるけど、まあ、そういう絶対上げないっていうね、まあ、口頭の約束になるんだけど、例えば5回ぐらい撮ってもらったことあるんだけど、基本的に SNS 上げていいですかってダメだっちゅってんだよ。タイガーマスクにわかだなこの野郎つって、にわかファンが何々しく写真撮れってお前とんでもないぞ。あ高橋大学の授業2時間がっちり俺がライブやったらきっちりラストまで聞いてないと写真なんか撮らすわけない、そのにわかに。とんでもない今にわかと出会ったわ、ものすごい見られたジロジロ、うん、とんでもない、あれ完全に俺のこと意識しとったな、あれ危ない危ない、琵琶湖は。え琵琶湖の住人は YouTuber 見たら付き合ってきちゃうからな。で大してファンでもねえのにさ、あいつも見てますなんて黙れよお前。だったらお前再生回数もちろん伸びとるわ。あとんでもない輩に今 YouTuber ですねってもう言いたくて言いたくてどうしようもないみたいな顔でこっち見てきてさ、でも俺はその時オーラを放って絶対付き合ってくんねっつって、あの時に僕はただね、なんていうのかな、もうそのやっぱりその丁重な表現でね近寄ってきた場合はねきちんと応対するけどね、今のは完全なパーリーピーポーだ、あれ、あカメラ持ってる YouTuber だ、じゃあちょっと喋っちゃおっかなみたいな、バカが、あ目見たらわかるわ、そのあっさい考えがさ、あれで俺目見た瞬間すぐ見抜いちゃうから全体ぞ、あれで謙虚でね、まあ本当に動画を見て応援してくれてってね、ああどうも高橋さんっていう形になったら俺満面の笑顔で握手よ。今のパリピはあれ誰でも YouTuber だったら誰でもいいからちょっと声かけてみて、いつも見てます名前ぐらい聞いたことあるぐらいのレベルでさ、動画まともに初めから最後まで見たことねえようなさ、にわかがさ、危ないとこやったで今。もう3時半だぜ、帰りはここの北北亭で焼肉とラーメン食べたろ、焼肉ラーメン、ラーメン&焼肉、うん、営業時間こんな感じか、あっしゃ7、5時から9時だな、あ定休日毎週水曜と第一木曜な、今日日曜日だからやってるよなこれ、焼肉食べちゃうよ帰りに、とんでもない、最近俺すぐそこで、今そこの裏のねすぐそこでね、半年前か一人で釣りしてたらさ、とんでもない大学生が近寄ってきてさ、すいません YouTube の方ですかって、そうですねみたいな、でなんていうチャンネルなんですかみたいな、あの高橋魚神ですって言ったら、いや知らないなみたいな、知らんのかお前って、はあ、なんで知らんのや、これとも、とんでもない知名度ないわ本当に、長足魚いて知らんっちゅうんだから、どうしようもない、カメラ持ったら誰でもいいんだよだからあいつら、
普通にそのままもうしょうがねえもんで、15分ぐらいもう話付き合ったったよこっちも。とんでもないパーリーピーポーが。やっぱね、自分ら夢売る商売だから、現実バレたらとんでもないことになります。はい、これうまいな、ディープブラック。まあ俺もうちょっと今限界まで腹減ってるけど、もういいや、我慢しよう、焼き肉のためだ。ちょっとラスト勝負、もう今3時40分でしょう。もうそんなに移動してたら時間なくなっちゃうんで、バス釣りってね、移動ですごい時間が取られるんですよ。でそれで結構時間なくなっちゃってあんま釣れないんでね、もう移動は最低限でピンピンピンって感じでやんないとね、1時間も移動に時間使ってたらもう魚釣れなくなっちゃうから、魚逃げちゃうから、こんなことやったらね、うん、まあさっきのバラシは痛いな、あれ、記録級の魚かかって、まあ、映像にも撮れず、食った瞬間ちょっとアドレナリン出たけどな、ほんでもそれでちょっと興奮したもんだから、案の定後ろの草むらにルアー引っ掛けたままフルスイングして、お前バックラになっちゃって、お前再起不能だったよ、あのバックラが本当に。まあね、ちょっとこっから一本取らんとな、どこ行くかだよな、どこ行く、もうこれ結構重要よ、ここのねポイント選びでね勝負がね、釣れるか釣れないかがね、バスがいるエリアにたどり着けるかどうか、まあ偶然で運ってのもあるんだけど、そこが選球眼の場所ポイント選び、おかっぱりって、そこがかなり 勝敗をね分けるんでね、うわーどこ行くかな、どっちがいいかな、あー悩むところだな本当に。でも釣り人って結構カメラ持ってたらジロジロ見るよね本当に。ちょうどそうだな、5年丸5年前か、そこのほとり通り一人でさバス釣りしててさ、それで合間にさ、ああおもちゃチャンネルもやってるから、おもちゃ YouTube 撮ってたらさ、それ見てたらしくてさ、その後ライブでさ来てさ、この間そこでおもちゃの撮影してましたよねつって、お前ジロジロ見てんじゃねえよつって、どこで見られとるかわからんで、本当に危ないんだから。まあ俺のことね、最近はね結構ねもう知名度がないから、うわ面白いなーなんていう人も多いんだけど、まあ前も大して知名度ないけどね、うん、だけどやっぱりね、ここはね一発でかいの出したいね、あーとんでもない化け物、あやっぱりその釣りがうまいってとこ見せつけてやらないかんからな、視聴者ともに。最近ではね、ほんとちょっとよくわかんない視聴者増えてきてさ、俺のこと釣りが下手だと思ってるやつ多いんだよな、おい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 って、毎回毎回下手なふりしとるだけやぞって、そこまで見抜いてお前動画見んかいっつって俺説教すんだよライブでね。だから俺がなんかこうバックラしたりうーとかねやってるからさ、下手なんだよなんて思ってるけど、めちゃめちゃうまいから実際、あまあそこら辺におるバス釣り YouTuber に負け気なんか元ないから、はっきり言うけど勝負して負けたこと一回もないからね、バス釣りで悪いけど。でも最近頭の悪いバカ増えてきてさ、おいで俺が魚釣りが下手だなんて言ってくる、直接ライブで言ってくるバカもいるんだからさ、頭が悪い本当に、どこに目ん玉つけてなって言いたい、説教だよね5時間も6時間も、俺の技術は最高峰よ、ああそれでも釣れない臆病魚なんだよこれ、ああもう一匹釣れかけたけども、まあ結構ね自分も釣り馬なんで、今からちょっととんでもない化け物ね見せようかなと思う、うん、50アップ釣るまでね帰らない今日は、ああこのまま朝までやるよ釣れるまで、ああもう今日はね巻き倒すわ、ああもう残りそんな時間ないけど、この木もすげえな、これ育つのに100年かかったので、木が上がる歴史的遺産よねこれ、すごいなこの木は。どうかな、ちょっとやってみるか、釣れなくはないと思うんだよ、まあちょっと運的要素もねあると思うんだけど、坊主で終わるのは嫌だよね、一匹でいいんだよ、これ釣らしてくれ、うん、スピンベイトがハマるかどうかわかんないけど、いたら食うと思うんだよね普通に追いかけて、結構みんなネチネチして攻めてる人多いから、結構この早巻きでね勢いで食わすみたいな、
追いかけてきて食わんかな、バガって。いや、全然ダメだ。反応がないわ。ちょっと、スピンベイトじゃないのかな。ヨーゼル 3DS シャットに変えようか。反応がない。周りの釣り人も一生懸命やってるけど、なんか釣れてない感じ。ちょっとシャットに変えるか。スピンベイトの反応が一回今日バイトあったけどね。まあポイントが悪いのか。後ろの草に引っ掛けちゃって、ベイトだったらバックラしとる。一匹ちょっと出んかな。移動するんだけど、何ですかこれは。タバコのゴミ、ミスト、ラブホテルですか。どうしようもない。これゴミじゃないですか。ゴミ捨てちゃいけませんよ。そして日本中のアクアリウムファンの皆さん、こんにちは。これいい流木だろう。あれ持って帰ろうかな。これこんなのアクアリウム、アクアリストが見たらこんなん5万ぐらい払っちゃうよ。こんなこれ、こんな流木なかなか売ってねえもんな。これ何十年もかけてもうガチガチに固まった流木よ。だから釣りやってる人でアクアリウムやんない人、知らない人多いと思うけど、こんなん持ってさ、あのアクアリウムショップ行ってごらんよ。3万5万で買い取ってくれるぞ。これこんなんめったないんだから、ボーンって。でこれアクアリウムマニアに10万ぐらいで売っちゃうんで。そういう業界アクアリウムは。これが3万円ってこと分かってない。隣でバス釣りやってる人もさ、隣にお金が落ちてるの知らないんだよ。5万ぐらいで買ってくれるかも。こんだけかっこいい、なかなかこんなかっこいい流木売ってないよ。これこんなもん高値で売れるで。まあいいけど、ちょっと移動してこれ投げてこう。スピンベイト、ちょっとシャットに変えようかな。悩むな。ここだな、ラストチャレンジは。出るかな。もうこればっかりは運もあるからな。おっ、ボイルだ、ボイル、ボイル。あれボイルしてる、ボイル。あれ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 、ボイルしてる。ボイル、今ボイルしとったよ。この辺で覚えとるわ。投げなきゃ。ボイルっていうのは小魚を、今バスが追いかけ回してたよね。うわ、ジェットスキー来ちゃった。小魚をバスが追いかけ回してた。ってことは捕食活動に入ってる。だからこれは釣れる可能性十分ある。完全に今そこでボイルしとって、小魚が逃げ惑っとったよね。ということはブラックバスがいて小魚がいるってことがもう明確。ただちょっとジェットスキーやってる。まあいいや、こればっかりはしょうがない。釣れよ一匹。スピンベイトじゃないのかな。私食わないわ。ちょっとマジで一匹取りたい。これは久しぶりに琵琶湖来てね、波の跡で癒されながら。ASMR 動画なんだけど、今日無駄に長いなんだけど、このまま釣れずに帰るっちゅうのは気に入らんよな。あースピンベイトじゃないか。まあいいや、あと10分投げて反応なかったらシャッドに変えよう。この辺も釣れるとき釣れるからね。ここで45ぐらいの釣れたし、まあ、小バスはいっぱい釣ったことある。不安な。でもさっきボイっとったってことはおるのはおるんだ。これね、スピンベイト、スピンボイって。みんなも英語の発音覚えなよ。もう今後ね、あと100年したらね、もう英語が公用語になるから、なんか日本人、日本語っていうのが退化していくよね。もう半分ちょっと退化してってるけど、英語使うでしょみんな。スピンポイも英語なんだから、ルアーも英語、リールも英語。
なんでもかんでも英語でよ。ああどうしようもないって話だけど。食わんな。しても釣れないよな。どれがいい？まあ信頼のこれにしよっか。わかるこれ。ヨズリ 3D シャット、これでね、2年前にここでね、ニゴイ2匹に小バス6匹ぐらい釣れたよ。スピンベイト食ってこんもんな。バスいないのかな、あんまり。でも完全にボイルしとったから、折るっちゃ折ると思う。食わない。ちょっとスピンベイトからこっちに変えます。ちょっとシャントで、1匹だけでもいいから釣りたい。1匹でいいんですよ、1匹で。坊主ってのは嫌だよね。さすが用釣りシャット。この用釣りだとね、食わせの間があるんでね、スプーキーなバスがね、口使ってくる。で、これよくニゴイとかコイとかね、タギョスも釣れるんだよな。ちょっと、電化な。ですよ。まず反応ないわ。だからこのロック体ね、この首輪、百兆万年の年月を重ねたこのロック体が癒されるんだよな。ロック体と水が奏でるこのハーモニーがね。うわー、だけど釣れないな。おるんだけどな、バスは。なんでこんな釣れんだ。よいしょ。セッティングしまして投げましょうか。うん、横風こう流れてきてる風がね。ゴツンこんかね。うわ、あの一発目のスピンベイトのバラシが痛いな。貴重なバイトだったんだな、あれ。うわ、根がかり。うわ、根がかりだがな、おい。言えない。暗くなってしまう。ウェーディングの音がいいよね。やっぱり音がウェーディングよ。この波の音に癒されながら。にしても反応ないな。これ、毒リアだったでしょ、これ。クリアウォーターでさ、バクテリアの方向でクリアウォーターでさ、すごくいいんだけどさ、なぜ釣れないんだ。おー、びっくりした。クマが出たなと思って。ちょっとこの辺でやるか。もう投げて移動、投げて移動繰り返してね、奇跡の出会いを。バスとの出会いは奇跡だから。簡単に釣れたら面白くないって。このなかなか釣れないバスを仕留め切る。この時に脳汁リーチが来るわけ。全然当たらんけど、でもなんか来そうだよね。なんか一匹奇跡で来そうな気がするんだよ。来たら嬉しいんだけど。びょう。めちゃめちゃ綺麗だね。白鳥が飛んでる。見る。白鳥でしょ。あれ何？うわー、見づらい。白鳥かな、あれ。野鳥みたいな人は白鳥ですか。説明つきるし、シラサギですか。これ何だろう、いるかな。おお、懐かしい撮影が。ウかな、今のシラサギかな、白鳥かな、何だろうね。うん、いやー厳しいですわ。ちょっと一匹取りたいよな。ちょっとただね、あんまりにも反応がなくて、
正直ちょっと釣れる気がしないな。うん、まあいいや、もう ASMR 動画にしよう。波の音の楽しみ動画だ。くっそ、取りたいな一匹。ちょっと久しぶり来たからね、ここね。ただちょっとあんまりいない感じなんだよね、バスがね。オオサンショウウオしかねえか、こうなったら。オオサンショウウオダサーいっつって。よいしょ、来た、最後の最後来た来た、くっちゃ、よっしゃ、よし、来た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 、おいしょ、やった着水バイト。歯抜きバスやん、これ。やばい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 って、でっか。うわ、ちょっと外すわ。ちょっと奥投げたらさ、こっち来たわ、歯抜きバス。やったー。もう絶対坊主と思ったけど、まあちっちゃいけどね、サイズなんかもう、これどんだけっつったらね、25ぐらい、25センチなのに、この風格。やばっ、ちょっとちょっと、でかいってこれ。やばい、今来た。天ぷらにして食べたいな、天ぷらにして食べたいな、これ。うわ、かわいい。うわー、マジで感動なんだけど。絶対坊主っていう確信を持った中、着水バイト食ったのはヨウズリ 3D ショット。ブルブルのバギオンですわ。腹たっぷんたっぷん、おるとこにはおるな。あんだけ反応なかったのにさ、ちょっと左側行って投げたらいきなり食ったわ。しかもあんだけ小バスなのに太ってるでしょ。結局餌が豊富すぎるのよ。もう腹パンまで食っとったんやな、あんなもん。見た目パッと見40アップに見えたよ。サイズはよ、もうサイズは25だわ。だけどブリンブリンだよね。あれだよ、俺が探してたの。来たか、やったわ。ほんと着水バイトだったよ。あのね、ガスの数がパラパラしていないんだ。こんだけやってね、一日ようやく行くね。僕でやったわ。おるね、投げて巻いてきゃ。もうちょっとサイズアップ欲しいよね。40ぐらいの釣りたいな、できれば50、まあ、よく言えば60だけど。正直もうあんまり釣れんから帰ろうと思ってたとこなんだよ。でもやっぱ最後の最後で魚引っ張ってくれるのはこいつしかねえな。ヨウズリ 3D シャット、これは釣れるよ。650円だけどめちゃめちゃ釣れるんだよな。不思議でしょ、世の中って。650円なんだけど1500円のルアーの倍釣れちゃうっていう。やばない。だからルアーって価格じゃないんですよ、価値なんですよ、うん。まあこうヨウズリってね、多分会社がでかいから安くできるんだよね、ある程度。だけど性能はもう最高だよね。マジで綺麗な魚だった。本当に超小バスだけどさ、体格がすごいよな。もう奥琵琶湖のバスって感じだよね、まさにね。まあこれバス見たことない人に言うんだけど、やっぱ南湖とね、奥琵琶湖、あの同じ琵琶湖でも釣れる場所によって今の魚ね、口が、この奥琵琶湖のバスってね、口がちっちゃいんですよ、やたらね、うん。うわ、いかん、メモリーカードが切れる。4分しかない。ごめん、もうメモリーカードが切れるわ。うわ、あと4分しかないから。いやー、もう坊主かと思ったけど奇跡的に1匹釣れたな。でもその後全く反応ないわ。そんなにバンバン釣れるもんじゃない。てかバスがあんまいないな、この辺。これポツポツっとはいるけど、釣れ方が悪いのかな。よいしょ、なんか野鳥の会や、鳥がいるな。何鳥だよあいつ。コウノトリか。
難しい撮影いいかなこれいいかな、ちょうどちょっと SD カードがもうないんで、まあ釣りしてあと2時間ぐらい帰ります。重いのか釣れないけど、ボスじゃ、ボスはとりあえず免れてます。あと1匹だな。書いてください、コメント欄に。これね、この時に知らせに特徴なんですか。そうですね、ASMR ダダダ超高級。うわ。一匹釣れたからよかったわ。もうちょこっとだけやって帰るか。焼き肉食わない感じの。何にも食ってないから腹減ってしょうがないよ。うわ。Oh!